マサディオ・ハイダラは、フランス・イブリーヌ・ケントラップ出身のプロサッカー選手。R.C. ランス所属。ポジションは、ディフェンダー。サッカーマリ代表。A.S. ナンシーの下部組織で育成され、2010年12月の FC 首相戦でトップチームデビュー。2013年1月、入ッするユナイテッド FC に移籍金、推定200万ポンドで移籍。 2月の UEFA ヨーロッパリーグ FC メタリスト、ハルキウ戦で遺跡後初出場。2013年3月のウイガン、アスレティック FC 戦では、後半から途中出場したが、カラムマクモナマンの激しいタックルを受け負傷、そのまま病院に直行する事態になった。幸いにも大きなあざができただけで済み、4月の SL、ベンフィカ戦で復帰した。 マーク・ハルゼン主審は一連のプレーを見ておらず、マクマナ版にカードは出なかった。さらに副審もはっきりとは見ていなかったため、フットボールアソシエーションも動くことはなかった。このため、シーズン終了後にルールが改正されることになった。2018年7月、契約満了によりニューカッスルを退団。その後、リーグルの RC ランスにフリーで加入。 年代別のフランス代表歴がある。2018年11月、マリ代表に招集された。2019年3月26日、セネガル代表との親善試合で、スタメン出場しマリ代表初出場。ありがとうございます。